室ご説明させていただきます。指示コースの失望性統括官の親方です。よろしくお願いします。今いただきました要請書につきましては、小永さんにしっかりと報告したいと思います。ではこの要請書の内容についてもですね、県の考え方について説明させていただきたいと思います。まず1点目、知事が知事選上のタブヘルカット工事を中止するための今後の具体的な取り組み、ちょっと待って、そうですね、具体的な取り組みをお話しください。また早急に高いにって住民との話し合いの場を持たれるようお願いしますという点についてですけど、まずこの高いにってこのヘルカットの建設事業につきましては、ご存知の通り施策を最終頃に定められたものであります。基本的にですね、沖縄県はこれまで米軍基地につきましては、整理縮小を図ることを前提としております。これについては小野知事も同じような考えだと理解しております。ただこの北陸連城のヘリ着陸隊については同区の過半を返還するということで、この部分につきましては過半の返還については必要なことだと考えております。ただその条件とされております6カ所のヘリ着陸隊の移設について、これについて、この間ですね、さまざまなことがありましたけれども、当該地域の自然環境や地域住民の生活への影響をめぐってさまざまな意見があるものと承知しております。小野賀知事は今回の選挙で建白書の意思を全面に出してですね、辺野古の基地は作らせない、それから辺野古城の閉鎖撤去、さらにこの地域でも懸念されていますオスプレイについては廃棄撤去を強く求めるということで現在も主張しているところでありまして、このオスプレイについても引き続き伝えていくということであります。ただ今着任したばかりですね。